こんにちは。もうそろそろホームセンターの園芸コーナーであったりショッピングモールの花屋さんでいろんな種類の食虫植物が購入できるようになると思います。まあ、地域によってはもうすでにねたくさん出回ってるところもあるようなんですけども、まあ、結構こう変わった形をしているので全く興味がないっていう方でもね一度はこう手に取って見られるんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、今まで食虫植物栽培何度かチャレンジしてみたもののなんかうまくいかないなっていう方、夏終わったぐらいからだんだんと調子を崩し始めて、まあ、最終的には枯れてしまって何年も株を維持することができないですとか、まあ、枯れないにしてもなんかちょっと成長がパッとしないなっていう方、まあ、原因はねいろいろあると思うんです。置き場所だったり水のやり方だったり、まあ、あとはたまたま選んだ食虫植物が栽培の難しいものであったり、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、食虫植物って、まあ、これ全てではないんですけども、購入後にある一手間を加えることでその後の成長がかなり変わってきます。まあ、するかしないかでだいぶ違うんですよね。なんで、今回はその一手間についてちょっとお話しさせていただきたいなと思います。はい、ちょっとね回りくどい言い方してしまいましたけども、その一手間というのは購入後すぐの植え替えです。でこの購入後の植え替えに関しては私も過去いろいろな動画の中でお話をさせてもらってるんですけども、自分でその動画を見返した時に私のこの言い方というか説明の仕方がですね、もしかしたら特に栽培を始められたばかりの方にはちょっと誤解を招くような言い方になってしまってるかなって思ったのが一つと、今から食虫植物のシーズンに入りますんで、今年食虫植物栽培初めてされるっていう方もいらっしゃると思うんですね。でこの購入後の植え替えっていうのは食虫植物を育てる上で本当に、大切なポイントの一つになりますんで、今回改めてお話をさせていただきたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。先ほどですね販売されている全ての食虫植物が購入後すぐの植え替えが必要なわけではないっていうお話をしましたけども、例えば食虫植物の専門店こういったところで育ったものであったり、あと栽培家の方がご自分で育てたものを直接販売しているような、まあ、即売会とかですね、そういったところで購入したものであったりは、まあ、植え替えをせずそのままの状態で管理してもほとんどのものが大丈夫だと思うんですけども、ホームセンターなんかで一般的に販売されている食虫植物でこの用土に黒い土というか泥というかそういったものを使って植え付けられているもの、これはね植え替えした方がいいですっていうか植え替えましょうで、この黒っぽい用土なんですけども、主にピートモスっていう用土に、まあ、いろんな用土が混ざっているような感じなんですけども、まあ、今までの私の言い方だとこのピートモス自体が食虫植物に向いてないとかよろしくない用土っていう風に伝わってるかなっていう風に思ったんで、また改めてこうしてお話をさせてもらってるんですけども、ピートモスっていう用土は食虫植物に向いている用土です。栽培家の方の中にはこのピートモスを好んで使われる方もいらっしゃいます。で、そのホームセンターで販売されているものに使われている黒っぽい土のような用土なんですけども、まあ、これは業者の方に直接私も伺ったわけではないので、まあ、ここからはあくまで私の、考えなんですけども、おそらくこの黒っぽい土のような用土って食虫植物の専用用土っていうわけではなくて、まあ、コスト面とかそういったことを考えて業者の方が幅広く使っている、まあ、培養土みたいな感じだと思うんですよね。植え付ける植物の種類によってその用土に、まあ、こう肥料を追加したりとかですね、そういった感じで使われている用土だと思うんですね。なので、まあ、用土自体が悪いっていうよりは食虫植物を育てる環境がその用土を悪くしてるっていうような感じだと思うんですよね。で食虫植物って、まあ、種類にもよるんですけども、ほとんどのものが腰水という方法で管理をします。このように水盤に水を溜めてその中に直接鉢を置いて常にこう用土の表面が湿っている状態ですよね。でホームセンターで販売されている食虫植物ってほとんどのものがちょっとこう黒い柔らかいビニールポットに、まあ、先ほどお話しした黒い土のような用土で、まあ、丁寧に植え込まれているっていうよりは
ちょっと言葉悪いですけども用土ごとボコって入れられているような感じで、でこういったプラスチックの鉢に入れてこう二重になって販売されていると思うんですよね。で、まあ、水をかければちゃんと浸透はしていきますけども、まあ、個人的にはちょっと水はけが悪いかなっていうふうに思います。でこの水はけの良さっていうのはとても重要で、水がはけていくことで新しい空気も入っていきますし、また用土の中にはあの根から出た二酸化炭素であったり人間でいうところの老廃物みたいなものがあのちょっとこう中に時間が経つと溜まっていくんですよね。で水をかけて水がはけていくことでそれが洗い流されて鉢内の環境が良い状態が保たれるんですけども、ちょっとこう水はけが悪いとですね、だんだんと時間が経てばこの中の状態もよくなくなってきますよね。で追い打ちをかけるように、まあ、大体今ぐらいから販売されると思うんですけども、5月6月7月8月と気温がどん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 上昇してきますよね。で、そういった鉢内の環境になっているとこの用土がですね次第にこう発酵して腐ってくるんですよね。で腐るとどうなるかっていうと当然食虫植物も元気がなくなります。で最終的には食虫植物の根も一緒に腐ってしまって枯れてしまうっていうことなんですよね。はい、今お話ししたようなことが起こってしまうので、まあ、販売している全ての食虫植物が必要っていうわけではないんですけども、購入後すぐの植え替えの必要性っていうのは理解していただけたかなと思います。で実際の植え替え作業なんですけども、過去に出しているハエトリソウやサラセニアの育て方の動画の中で実際やっておりますので、まあ、一つの参考として見ていただければなと思います。で、この使う用土なんですけども、これは栽培本にも書かれていますけども、初心者の方には水苔を使うことをお勧めします。乾燥水苔を使われることが多いと思うんですけども、十分に水に浸して乾燥前の状態に戻してから使用するようにしてください。で、まあ、この水苔をお勧めする理由なんですけども、いろいろあるんですけども、この食虫植物ってあの基本的には無肥料で育てるんですよね。またわざわざこう虫を捕まえて与えたりする必要もなくて、他の植物と同じように光合成をして、自ら栄養分作りますんで大丈夫なんですけども、ただあの与え方を間違わなければ肥料も有効であることは確かなんですよね。ただ他の植物のような与え方をしてしまうと最悪枯らしたりしてしまうことがあるんで、なので基本的には無肥料って言われているんですけども、この水苔ですね、あのいい感じに効いてくれるぐらいの微量な栄養分を含んでいます。なので、食虫植物の生育も良くなるということで、この水苔ね、あの本当にいい用土なんですけども、ただこの水苔植えですね、別にデメリットっていうわけではないんですけども、あのこの詰め具合というか硬さですよね、これがなかなか言葉であったり動画では伝えにくいところがありまして、一つの目安として植え替え後にですねちょっとこう揺らしてみて、株がグラグラしなければ大丈夫だと思います。またちゃんと植え付けたものって今これグッと持っているわけではなくて軽く持っているんですけども、このように逆さまにしてもずるっとこう中が抜け落ちたりしないんですよね。もちろん振ったりすれば落ちてくると思うんですけども、ただガッチガチに詰めても今みたいになってしまうんで、そこら辺の加減はねちょっと難しいところはあるんですけども、これはね経験でやっていくしかないんで、頑張ってやっていただきたいんですけども、はい、今回は食虫植物のシーズンがやってくるということで購入後のすぐの植え替えについてお話しさせていただきました。今まで栽培にチャレンジしたんだけどもうまくいかなかった、そういう方もですねぜひ今年はチャレンジしてみてください。また今まで食虫植物栽培をやったことがない、そういう方もですねぜひ今年は食虫植物栽培を楽しんでみてください。このチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者の方に分かりやすい内容でいろんな種類の食虫植物の紹介であったり植え替えであったり育て方であったり、そういった動画を上げていきたいなと思っておりますので、ぜひご覧になってください。またあと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらの方もですねまだご覧になったことのない方はぜひご覧になってください。よろしくお願いします。